はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス。一つ方向に魂を捉えている。うわ、やばいな、破滅しそう。はーい、ちょっとやばいですね。ひとまず片尾太陽ですね。残りが38周、ベストバー体重478キロってことで、今6月の1週で放牧中です。デート？誰と？私と？もっと面白いギャグは言えないのかしら。音声続くんですね、この仕様は。知ってるかしら、誰と？私と？もっと面白いギャグは言えないのかしら。何か用？今482キロなので入球できます。入球はできるんですが、じゃあこれからどうするかですね。どうかしら。大成功とは書いてますが、不安要因があるわけですね。まずまずかしら。疲れが溜まってても調子落ちるわけですね。疲れを取ってあげる必要がある。そういえばですね、本日、どうかしら、本日ダービースタディオンの、9が届く予定です。ちょっと本日、おそらく本日何時になるかわからないんですが、明日にいい感じだわ、やっていこうなかなとは思います。いい感じだわ。本日はちょっと間に合わないかな。バラの巣を取れた交馬隊の持ち主。さあ、今週オッズ見ていきましょう。あ、ダートも走れるはずなんで、ジャパンダートダービーがありますね。これ出てみましょう。JBN1 だけどな。 G1 クラスと考えていいでしょう。知ってるかしら。ダートのですね、サンサイバーチャンピオンになりますね。6キロか。瞬発力、調子回復、調子回復いいけど、4キロ回復できるものがあればいいんだけどな。4キロはまあ普通に考えたらこの辺ですけどね。478キロか。これとかかな。でもあんまり強い調教したくはないよね。瞬発力ばっかり鍛えてるんで、正直やっぱり勝負根性ですよね。まずまずかしら。スタミナも勝負根性も上げたいってとこですね。何かよ。ということで、ジャパンダートダービーに登録いたします。キングジョージなんかもあるんですけどね。岡部さん、何かよ。あ、でもエビナに戻そう。海老名さんでいきます。ちょっとまだ厳しいんじゃないかな。
2.8 倍一番人気。ただいまより印は20丸が2つだが、オリオン座サンクスの方がなんか印がちょっと厚い感じがするぞ。このオリオン座サンクス2番ですね。そんなに強くは感じないんですけどね、実績から言うと。アドマイヤマンボとか強そうですね。アドマイヤマンボが不気味なんで。10番の馬券は20枚。あと、見えにくいな。マイマンボは5番ですね。副賞5番。1000枚いってみましょう。ちょっと勝負いってみよう。大井競馬場ジャパンダートダービーです。各地の強豪三歳馬が夜の大井を駆け抜けます。三歳ダート王決定戦ジャパンダートダービーのスタートです。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのはオリオン・ザ・サンクスが先手を取ります。それから肩の太陽、その後ろ3馬身くらいあって2番バキシンヒーロー、外から1頭バキシングムーン、その内からはアドマイヤマンボ、その後ろでやりましょうかコスモブラボー。まもなく第1コーナー12番サマーシャドウが上がってまいりました。それから足毛の馬体、上のマルマドンナ、6番オペラハット、ほとんど馬体が合っています。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、そのうちにカサイングローリア、大気ヘラクレスがその後ろ、エムディパレス、これがしんがりでやります。流れるようにレースが展開されています。先頭を行くオリオン・ザ・サンクス、4分の1馬身リード、そして1番人気の肩の太陽、なかなかいい感じ。ちょっと離れて2番バキシンヒーローであります。それからもう1頭11番バキシングムーン、そしてその後ろから5番アドマイヤマンボ、外を通りましてサマーシャドウ、まもなく第3コーナーに差し掛かります。内から1頭4番コスモブラボー、3番上のマルマドンナ、カサイングローリアがかわしていきました。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、大歓声に迎えられて肩の太陽先頭、外から懸命にオリオン・ザ・サンクス、懸命に手を動かして竹豊とアドマイヤマンボ、さあ先頭は肩の太陽が2馬身リード、最後はやっぱりこの2頭か、ここでは負けられない。肩の太陽アドマイヤマンボ懸命に追う、頑張る頑張る、エビナと肩の太陽貫禄を見せつけました。7番肩の太陽、強い馬が強い競馬、これこそ競馬の醍醐味だ。まあ、しないか。アドマイヤマンボはね、外しちゃいましたよ。三着までなれなかった。なかなかやるじゃない。いいですね。1着、7番、2着、6番、3着、12番、以上のように確定しました。いろいろ満たしてますね、条件を。スタートはめちゃくちゃいいんですね。なので逃げが合うと判断されたんでしょうね。来た。これで殿堂入りは確定です。5150枚になりました。残り34周。気合い十分ね。いい感じだわ。ちょっとこれ10月、あ、月を3周なんで。秋まで早送りしますか。
フランドオーシャン賞。この馬牝馬だったっけ、オス馬か。菊は持ちそうな気がするんですけどね。これは何、早送りすると8キロしか増えない。意外と増えないんだな。あとトライアルにも出して様子見たいですね。空き店も視野に入れて考えたいんですね。6キロだったら470かか、ベストバ体重まで程遠い。やっぱり 1本で狙いましょう。でなんとかベストバ体重なんですよね。どのぐらい持つかがちょっと分かりにくいところですが、知ってるかしら、スタミナを中心に鍛えたいところ。お、先行に変わってますね。しかし先行じゃなくはない。いい感じだわ。スカズ通貨に乗るか。ラスウカ、ラスカズ通貨って最終的に誰乗ったっけ。武豊が乗ってた時期もありますけどね。知ってるかしら。箇所の週なんだ。あっという間です。今週はレースがあるわね。ベストバ体重は、あ、480キロ、やっぱり上がった。つらいな、必ず2キロ減るからな。プールかな。うん、いい感じじゃない。4キロプラス大根だから、これで疲労だったら、これがメソバ体重です。知ってるかしら。知ってるかしら。じゃあ行きましょう。2番人気か。1番人気はアドワイアベガ、シーツの優勝馬ですね。がテーマオペラを成田トップロードな、いつ、はい、いつも通りの競合が出てきますね。この年って98年だったっけ。97年だったかも。かなり強敵が揃ってますよ。一番人気はドマイアベガ 3.2 倍。
片尾太陽は 3.9 倍ってことで、3冠の最後菊花賞です。果たして距離適正はどうなのか、距離適正見えませんからね。吉と出るか凶と出るかわからないです。さあ菊花薫、この時期に毎年展開される菊絵巻3000メートルの長丁場は騎手の腕の見せ所です。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、控える馬、行く馬、思惑通りに果たしていくのか、肩の太陽がかわしていきました。外から1頭、11番サクセスエナジー、12番メジロロンザンが上がってまいりました。そして内からはダイヤモオペラ王、それから5番成田トップロード、10番ラスカル鈴鹿、その後ろでやりましょうか、6番フロンタルアタックロサード、そして外からは3番ペインテッドブラック、ちょっと離されまして大隅ブライト、そのうち4番シンボリモンソー、そして1番人気のアドマイアベがうまくいっているんではないでしょうか。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭は依然としてカタロ太陽、それからもう一頭メジロロンザン、ちょっとばらけてきました、内を通りまして7番ダイエムオペラ王、その外サクセスエナジー、そして5番手に成田トップロード、それからフロンタルアタックラスカル鈴鹿がその後ろロサード、外を通って3番ペインテッドブラック、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー8番黒い馬体大隅ブライトであります。その内からはシンボリモンソー、1番人気のアドマイアベガは後ろからという展開であります。さあ向こう流しに入りました、前でありますが前、ここにいたカタロ太陽、大舞台の重圧を跳ね抜ける力がこの馬にはあります。外を通りましてメジロロンザン、内から1頭テイエムオペラ王、サクセスエナジーが並んでいます。京都は坂があります。抑えて上り、そして抑えて下らねばなりません。5番成田トップロード、そしてその後ろから6番フロンタルアタックラスカル鈴鹿、ほとんど馬体が合っています。ロサード、その外にペインテッドブラック、ちょっと離れて8番大隅ブライトであります。4番シンボリモンソー、徐々に差を詰めます。アドマイアベがじわっと上がっていく、これは引っかかったのか、ペイエムオペラ王、なんと先頭に立ってしまいました。オペラ王さあ、この間は大舞台で力を見せつけることができるのか。うわーすごい、アドマイアベガの勢いすごすぎるわ。先頭 AM オペラ王、しかしそれほどでもない、黒い帽子アドマイアベガ先頭だ、先頭竹豊とアドマイアベガ、先頭竹豊とアドマイアベガ、一着アドマイアベガ、ちょっと切れ味が違いすぎましたね。二着がメガトップロード、三着にまた三着、全部クラシック春ボバクラシック全部三着。次は見返してやりましょう。というわけだから力んで走っていた。1着、2番、2着、5番、3着、9番以上のように。アドマイアベガのキレがすごすぎましたね今回は。レースを終えた馬が戻ってきたわ。これはさすがに厳しい。いい感じだわ。感じじゃない。知ってるかしら、はい。というわけで菊花賞、は3着、ジャパンダートダービーで JPN なんですが、初めて大きいところを取りました。ダート路線も行けますんで、両に並みで挑めるのが強みですね。これがどうい
アメリカのブリーダーズカップなんかもいいかもしれませんし、そう、ドバイワールドカップなんかもいいですね。なので、距離適性見てると、中長距離っていう割には、そんなに長くないかもしれない。2400は意外と上限なのかもしれません。なので2000周辺で使ってみてどうかっていうところですね。次はまあ出れば有馬かな。いや有馬は現時点ではまだ無理かな。そんなに馬体重いろいろあるのに、チャンピオンズか、チャンピオンズ何かよ、カップだったっけ、ステークスだったっけ、そちらにでチャンピオンズカップか出ると面白いかもしれません。来週放牧から帰ってきて、読ませたいと思います。はい、次回も楽しみに、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。そしてですね、うわーよーって喜んでおります。このスターホースポケット。今まで遊んだ記録ですね、動画集に載せております。よければそちらもご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありました。見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。